ウィングオフ代表斉藤です。娘のみゆなです。外観が整ってるね。いくつかテーマがあって、このね道から庭を見せたくないっていうことで、はい、1階にここ張り出してるじゃん。それと南側のお家で光が入りづらいんだよね。ほらこっち側が道でしょ。道側には大きい窓がないわけ。家の中覗かれないようにしてるわけ、はい。ここにポストがある。黒、うん、これね一見アルミのように見えるけどプラスチックなんだよ。本当だ。これねプラスチックでないと熱をね中に入れちゃうから、あちってなるの。あちもあるけど結露とかもあるからね。溶けてきちゃったりとか。いやいやちょっと違う。あれ溶けない。お邪魔します。え、あれこっち階段、玄関から直接行ける階段だっていうことと、はい、なんかさちょっとアンティークな雰囲気しない？なんかめっちゃデザインこだわってる感じ。あ、ここ土間収納？土間収納なんだけど、あえて扉じゃなくてファブリック使ってる。うん、おしゃれ。ダークトーンって感じ。うんうん、そう。ほら、ここにも鏡が。鏡も同じ色合わせて、うん。ここはダークブラウンがメインのカラーかな。うん、ここは階段下の収納。私ここの階段のなんかシルエットすごい好きだな。うん、こう景色っていうの分かる分かる。ここから見える階段のこれおしゃれ。何なの、ちょっと入ったとおしゃれだよね。なんかね、なんかどこに続くんだろうって感じがする。あ、ここにお化粧室。そう。あ、ここは何気に杉板貼ってあるね。なんかデザインだね、おしゃれこれ。そう、アメリカンスイッチ。でほらマリンライト、うん、ちょっとこう影がいい感じに出てる、うん、あの明るすぎないっていうのかな。斜めってる、はい、ここへえ。これがまあバーカウンターだね。立ち飲みっていうのかな。なんかおしゃれだね。大人の家だね、うん、なんかそうそう。ほらこのライトアンティークな感じで、うん、これ陶器かな。これはそこにショップライトがあって、やっぱまたマリンライト、うん、でテレビボードがあって、まあこれも壁付けの壁掛けテレビかな。あ、グリーンでしょ。グリーン、ブラウン、ブルー、うん、ほらこっち来て、この何、抹茶色っていうのか。お、抹茶色っていうのか。まあ、うぐいす色っていうの。抹茶フラペチーノもいるでしょ、うん、抹茶ラテとか。おうぐいす色って何いつの時代よ。うぐいすって何なのか考えます。なんかね、こういうくすんだグリーンが好きなんだって、奥さんが。あ、奥様。うん、うん、あのインテリアとして持ってくるって結構挑戦的じゃない？そう。でもしっかりなんかコーディネートされてマッチされてるね、うん、この空間には合うんだよ。すごい。これ杉板を塗装してるね。でさ、ここさライトの数絞ってる。それこそ引き算だから影が出るんだよ、うん、いっぱいライトを入れちゃうとパーンって明るい感じ。そう、ベタッとしちゃうんだよね空間が。へー。でもね勇気いるんだよ引き算するのね。そう、暗かったらどうしようとかさ。ここは吹き抜け。ほら、ここになんか映画館みたいなライトついてるね。うーん、で、なぜここに吹き抜けちっちゃいけど作ったかっていうと、さっき言ったようにほら前に家があるわけよ、うん、こっち側の張り出し、うん、これでさっき道から見せないっていう。だからここのまだちょっと庭途中なんだけど、このウッドデッキとか庭で遊んでてもこの張り出しが目隠しになってるわけ、うん、このデザインは挑戦できないな。意思決定できない。私もっと増やした方がいいんじゃないですか。ガチャガチャになっちゃいそう。見学会やってないんだよ。そうなんだ。だからまあ家具が何も置いてないんだけど、お客さんの方であの YouTube ぜひやってくださいって言ってくれたんだ。優しい、ありがとうございます、うん、でね、お気に入りポイントを楽しみにしてるんだって、うん、いやどうしよう、プレッシャー。オーダーがあって結構大変だったのが、うん、LDK ってあるじゃん、はい、キッチン、ダイニング、リビング、うん、で、このリビングをキッチン、ダイニングから離してほしいって言われたんだよ、別空間で。だからそっちの隅の方にあるでしょ、結構広い空間が。本当だ、すごい遠いよ。キッチンまで行きます。うん、ほら、めちゃ遠い。そうそうそう。で、ここでキッチンで料理して別の空間にしたいってさ、どういうことなの？だからリビングは落ち着きたいっていう。だから家の中でもさ、活動するところと、あ、まあ動と静っていうのかな、はい、その辺分かってるんだよね。こうパントリーね、両側に棚があって。へ、おしゃれな人が家作りするってめちゃくちゃおしゃれな家になるね。うん、でもこう見せる収納だから、この後も多少は努力しなきゃいけないよね、綺麗にしとく。
ここはリビング収納だね。まあ、パントリーにもなるね、これだけ広いと。畳のコーナーの下の収納も作ってないでしょ、今回。そう、あ、ここね、ちょっとライトつけてみて。建築家照明だね、これは。ここにつけようって普通思わないよね。うん、これ多分自分が提案してると思うけど。あれ、お邪魔します。ここにさ、あえてこういうね、うん、カロールカーテンも作らないってこと、うん、本当に無駄を置いてっていうか、引き算で作ってる。ここソファーだね。これだけ広かったら L 型が置けるよね。こういうやつだ。そうだね。で、ご飯食べるとこ、ここ、ここだね。うん、このキッチンから横移動でテーブル。ここをマガジンラックだね。ここもダークな感じだね。うん、でほら、このタイルもさっきのなんかグリーンにちょっとグレーを混ぜたような色だね。うん、目地が太くてなんかちょっとアンティークな感じだね。うん、ライトも。ここが隣で、お化粧するって言ってたかな。収納があって、でここで、あのちょっと小さめだけどランドリーも兼ねてるよね。うん、で外に干すんだろうね、メインは。ほら、ウッドデッキがあって、でほら、ここに物押し掛けがあって。本当だ。ねえねえ、ここもちょっとこの色好きなんだねそう、これ面白いんだよ。これ外壁の一部分だけ、うん、この好きな抹茶色にしてるんだ。ちょっときな粉っぽい色も入れてます。うん、見て見て。うん、これマリンライトだね。そう、だからやっぱほら、やっぱこの色見てるとほらテンション上がるとかさ。そっか。うん。ねえねえ、来て。この細いアイアンめちゃくちゃ可愛くない？タオルかけね。おしゃれ。うん、タオルの色とかもこだわってすごいおしゃれになるね。うん。ここちょっと広めの脱衣室兼洗濯機置き場。ほら窓がないね。最近窓なしが多いんだよ。窓なしバスでいいと思う。いいよね。うん、全然。あ、それとさ、参考までに、はい、窓がないと暗いんじゃないかってなるじゃん。今消してみるね。うん、こんなもんなんだよ。要は脱衣室とかにちゃんと窓が取れれば、はい、昼間でも浴槽は明るいんだよ。これ閉めてもほら光透過するから、だいたい浴槽のドアって。なるほど。うん、だから特に窓いらないよね。暗くてよくない、別に。お風呂って明るい必要ある？ほら、昼間ちょっとこう掃除したりするときにさ。あ、そういうこと。うん、でも十分な明るさだよ。それでは2階の階段上がってきます。このガラスのこの中にほら、うん、おしゃれだね。2階はね、多分これ匂い重視で選んでんじゃない？そういうことか。ヒノキに匂いがいいじゃん、香りが。確かに1階とは全然色が違うね。うん、うん、ここがトイレ。あ、タンクの上に手洗いがついてるタイプだね。うーん、明るいよな。あ、光も入るし。なんか2階に子育て感が出てる。1階は大人のなんか楽しみの場って感じがする、うん、でもライトは結構大人っぽいね。確かにね、これ猫ちゃん。ここは子育て感か。1階と2階でガラッと変わってるね。本当だね。おお、ここ何部屋？うん、ここ旦那さんの書斎で、これ窓じゃなくて、さっきの吹き抜けなんだよ。結構おしゃれだよね。ライト消してもこうだから。明るいよね、こっちから窓から撮れてて。うん、で、しかもね、うん、ここ吹き抜けの上の窓、手が届かないじゃん。うん、だから、ほら、そこにリモコンあるじゃん。おお、今、開いてたんだけど、今閉まってるね、窓が。ここは？ここ子供部屋だね。明るいね。カーテン作るね。うん、まだついてないね。匂いがさ、爽やかで甘くて。そしてそして、あ、ここも子供部屋。そうだね。もう子供部屋ってなんかもう分かる。なんか可愛いって感じの雰囲気。うん、なんか大人の部屋だとデザインって感じ。今日のお気に入りポイントは、ここの1階の塗装されたブラウンの天井です。もうすごい綺麗な色がこのお部屋のアクセントになってるなと思ってお気に入りです。私のお気に入りポイントはこのリビングコーナーです。お客様からリビングだけを孤立させたイメージをご要望を受けたので、キッチンダイニングから離れた位置に、リビングを設けるために南側に張り出しています。で、この張り出しによって距離感を取るということと、
実は、道からの視線をこの張り出しで防いでいます。その部分がこだわりです。